120mm 迫撃砲 PM-43 とは、第二次世界大戦で赤軍が使用した、重迫撃砲である。とはロシア語で、連帯迫撃砲という意味で、連帯レベルの火力支援部隊で運用された。120mm 迫撃砲 PM-38 を、合体設計した改良型で、後継として1943年に採用された。改良点は、 干渉機を大型とし、精巧な工程旋回歯車装置を採用した。戦後のソ連地上軍により、長い間運用されたが、その際は、名前と異なり、連隊用の兵器としては扱われず、自動車化狙撃大隊に配属される、大隊用兵器として扱われた。現在では、新型の 120mm 迫撃砲2バイト11への更新が進み、 第一戦部隊からは知りている。本迫撃砲は、移動時には PM、PM-38 と同様の二輪トレーラーに、積載して牽引された。冷戦期のソ連地上軍においては、移動時の牽引に、MTLB 牽引車、ガズ -66 トラック、ガズ -69、小型トラック等が用いられた。また車両による牽引が不可能な場合は、方針、そこいた。 足に分解して打載、または人力搬送もできる。1970年代のソ連地上軍における編成では本迫撃砲2門と牽引車両2門で1個迫撃砲小隊を結成3個迫撃砲小隊に中隊本部を加えた本迫撃砲6門で1個迫撃砲中隊となり1個自動車化狙撃大隊に所属した。また、 空挺軍においても、一個空挺連隊につき本、迫撃砲6門と剣引用ガズマイナス66、トラック6台ガズマイナス69小型トラック3台、等で構成された一個迫撃砲中隊が所属した。ありがとうございます。